はい、アム隊長。今日は、こちらロサンゼルスでスケボーのハウトゥー動画撮っていくぜ。いくぜ。まず、装備とどんな技かというと、こう乗った状態で板だけがこう半回転回る、これをショービットって言います。で、スタンスが左足前のレギュラーの人はこんな感じで乗ってもらって、最初は片足だけ乗る、左足だけ乗る練習、こう180度回して左足で止める、この感覚をまず掴む。ポイントアドバイスとしては、右足のこう指でこのエッジを、足の指でこう掴む感じでまず掴んでもらって、これを体をふわっと浮かせた瞬間に、こう貝で足の裏をこう正面に見せるぐらいのつもりでしゃくってあげる。ワンポイントアドバイスその2。その2は、板を前足の下で回す。前足の下にある状態で回す。左足の下で板を回す。そうすることで板が離れないんで、恐怖心が少しでも減ります。回転不足です。なんでその時は右足でしっかりこうしゃくるのを意識して、しっかり180回すように。で、逆に板がこうなっちゃう人は回しすぎ。回しすぎなので、しっかり180回ったところで前足で止めてあげる。しっかり板を見て、板が180回ったら止める。乗り方としては、乗り方は左足から乗って、その後右足を乗せてあげる。で、乗った時に膝が突っ張らないように吸収してあげる。乗った時は吸収、吸収してバランスを取る。乗った時は四国じゃなくて九州だよ。できたら進んでやってみよう。進みながらチャレンジ。はい、進みながらできるようになったら、今度体を半回転させながら